ニュージーランド自給率生活涼子です。今日はわなかトリプルコーン来ました。はい、とってもいい天気。このここから見える景色見てください。今回も向こうわなかです。すごいよね、景色最高、お天気も最高。そしてジャク君は初めてのスキー場来ました。はい、ソリを借りて、私が滑っちゃう、気をつけるな、私が滑っちゃう。よいしょ、イエーイ。どうした？あれ、首の中入っちゃった？私もスキーはね、本当やってないな。何年ぶりかな、スキー場に来たのは、10年ぶりぐらい。スキーはしてないな。ね、これお尻に当てるやつ、今でも日本ではあるんでしょうかね。ここは子供用のね、あのリフト、です。はい。ニュージーランド来てね、私ね、スノーボードをね、挑戦して、日本ではね、スキーやってたんですけどね、スノーボードを挑戦しましたが、スキーをやってたからか、全然できなくて、青あざ体中に作り、もう挫折して、全部行っちゃってね、ねえ、まあでも、ジャックがいるし、これからスキーやるかな、また復活するかな、今回、ジャックは初めてのスキー場なんでね。スキーに興味を持つようだったら来年はスキーに来ようかなと思います。はい、といった感じで、本当に景色が、こう柵があるからね、見れないんだけど、もう一度見せましょう。この、ね、このわなかの湖いいですよね。はい、ということで今日はトリプルコーンからお届けしました。またねー。